が運転して始まる一日なんですけど、私たちはりっちゃんどこに向かってるんでしょうか。今日はうるま市にあるここにうるまるシェに行きます。うるまるシェに行っていろいろ沖縄のね、朝市で見たもんね。朝市、うん、どういうものがりっちゃん例えばある。フルーツとかですね。顔が出てきた。、うん、地元 の、 あの食材がいろいろ買えます。はい、まず道なり、道なりでございます。地元の食材を見にマルシェにまず行く一日から始まります。その後のプランはノープランでございますので、いつもノープランです。お楽しみにしてください。はい、では今日も始めまーす。始めちょっと雨。さあということでうるまるシェに着きました。かわいい2人、美人さん2人が歩いております。中に何があるのか楽しみだね。なんかね、あの地元のものがたくさんあるらしいです。すごい、ドラゴンフルーツが4200円。東京で買ったらもっと高いと思うけど、朝ね、りっちゃんが作ってくれたスムージーはりっちゃんの庭で採れたドラゴンフルーツだからね、これぐらいの価値があるってことだよね。これアップルバナナだって、かわいい。パッションフルーツ、さすがなんか沖縄だね。こういうものがたくさんあるんでございます。さあということでいろいろ買いましたけど、今日の収穫これね、りっちゃんがねマグロを半分にしてもらったっていう。これで今日は何を作るかというと、ポケを作ります。作ります。いろいろサラダの材料とか買ったんですけど、下のカゴは私が持ってた、ゆうきさんが買って帰るものじゃなくて、不思議なね、沖縄のねフックスとか、なんか誰もダイエットじゃないんで、好きなように食べる、いろんなものを健康志向じゃないものが多い。これ見て、ドラゴンフルーツ、これいくら580円。最高じゃないですか。これ東京でこれぐらいに買ったら3000円ぐらいですよ。2000円ですよね。3000円ぐらい。すごい。これはパッションフルーツ。パッションフルーツ500円。パッションフルーツ可愛い。1500円。海ぶどうも買いました。素敵なものをたくさん買いました。はい、ということで買い物帰ってきました。びっくりしたのは、うん、りっちゃんが取ったドラゴンフルーツが何百円もしたよね。500円ぐらいした、ね、でも500円でも安いけどね、うん、東京であの立派なの買ったら1500円。そうですよ。でお昼なんですけど自分たちで作ります。作ります。昨日買ったもうバターロールがありますので、バターロールと卵とりっちゃんが買ってきた美味しいオリーブ入りのハムとブロッコリースプラウト、はい、ちなみにサンドして食べます。ブロッコリースプラウトはちなみにスーパーフードです。そうです。スプラウトはもうめちゃめちゃ栄養が詰まっているので、よく私は YouTube で言ってますけど、皆さんスプラウトを取り入れると非常にいいです。ということで料理をみゆきさんがします。卵塩コショウでいいですか。みゆきさんの卵を焼きまーす。塩コショウでいいですか。はい、みゆきのクッキング、チャララッチャ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 。卵焼きでいいんでしょ。卵焼き、ちょっとスクランブル、そう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 に近いような、そうまあしかし今回の旅楽しいですね。私すいません、家の中なんですけど帽子かぶってるの、帽子取るとくっちゃくちゃになっちゃってるので、ちょっと皆さんにお見せするにはちょっと恥ずかしいよということでな。もうりっちゃんの沖縄生活の素晴らしさを私たちはね、実感しながら、やっぱこれこうやってりっちゃんみたいな人がいないと、なかなかこのローカルな情報がね、わからないっていう教えてもらって、うん、でりっちゃんはこの沖縄に根付いて10年ぐらい、うん、この家とかね、いろんなことしてるんですけど、もう会えば会うほどリスペクトの人よね。いやね、だってサップ協会の理事長やってるの知ってた。理事長っておじさんのイメージで、理事長、理事長でございます。自分で資格制度のね、
作ったんだよね、元をね。そうそうそう、元を作ったりとかしてて、素晴らしいので、ぜひ皆さんね、沖縄来たらまたその情報概要欄に書いてくるので。ありがとうございます。私たちは。でもほら、旅行に行くとさ、うん、住んでるような旅行したいっていう人いるじゃない？そう。そういう時にりっちゃん情報みたいのがあると、本当に住んでる人情報だから。うん、りっちゃん、ちょっと住んでる沖縄情報やってよ。いいよね。沖縄を楽しむローカルのなんとか情報とかさ、はいはい、ありますか。そういうのやってくれたら嬉しいよね。料理番組みたいにやっといてください。どういうね、止めてよ。ずっとトマトが余ってる。トマトちょっと食べる。トマト入れましょうか。手に一つのレンズ。どうぞ。どうぞどうぞ。これじゃ少ない？このぐらいでいい？いいよね。全然いいと思う。いい？うん。じゃあ卵焼き風でいいんでしょ？挟むから。ね。映っとるよ。映さないでほしい。映っとるよ。適当なんだから。映っとるよ。映さないでほしい。適当なんだ。適当、ひどすぎる。いい、いい。完璧です。うまいんだわ、ほら、見た？ですよ、このテク。テクじゃないって、こんなもん。うまい、うまい、うまい。さすが、母さん。ゆうさんって本当ね、器用なんだよね。お褒めいただいて。が器用なの。お褒めいただいて、違いない。何物とかするしさ、ミシンもするしさ。すごいね。やっとしたことがさ、すっごいみじん切りとかもプロよ。ちょっと待ってくれ。え？そういうさ、正社の方へのこと言わない。一枚でいいですか？できましたほっかほっか、ほっかほか。こちら、はい、ハムはですね、はい、私が愛してやまないこのテシオというですね、どこ沖縄？沖縄、コザにあります、うん、ここのソーセージ屋さんがめちゃくちゃ美味しくて、さそうやって何かと宣伝さ突っ込んでくるよね。友達のお店の宣伝突っ込んでくるよね。沖縄愛がすごいからさ。これもさサンドにする？それか持ってって向こうでこうやってやってやる。その方がそうする。可愛いけどね、作っちゃっても。じゃあ作っちゃって、うん、作っちゃうじゃん、うん、なんか塗りたい。マヨネーズとかなんか塗った方がよくない、ね、うん、豆乳マヨネーズあるじゃん。あります。あれめっちゃ美味しいやつ。こちらがですね、また来たよ、また来たよ、何かと挟んで。私がブランドアンバサダーをしております、エステプロラボが作っている、卵不使用の無添加のマヨでございます。これね、この間ね、プロラボカフェに行かせてもらって、うんうんうん、その時に豆乳マヨのなんか野菜スティック食べたのね。めちゃうまいの。これにちょっとアンチョビ入れたりとか、うん、あ、するとまたいいじゃん。本当に美味しいの。何するとまたちょっと味が変わってくるから、ね、うん、そうそう。これはね、豆乳でしょ、リンゴ酢、甘酒、塩麹、ブルーアガベシロップ、食塩、有機醤油、白胡椒、それしか使ってない。でもさ、それだけのものがこう入ってるから、そう。お味も決まるんだね。美味しいです。オリーブオイルありますか、先生？あります。それを塗ろう、はい。トマトが残ってたから、トマトに、うん、ペッパー、うん、ちょっと出して。私たち久しぶりに昨日一緒に寝ましたね、みゆきさん。ね、何十年ぶり？ね、30年ぶりぐらいと思う。10代の、10代、あ、20代。20代だよ。20代の時にね、ドラマ一緒にさ、うん、やって、よく地方に、ロケ行ってたの。へぇ、その、なんとか殺人事件。そう、はいはいはい、私が一人で寝れなくて、うん、一緒に寝ようって。みゆきさんの部屋によく行ってたの。うんうん、全然帰んなくて。ちょっと待って、うん、卵が出てきた。かわいい。なんかハワイのさ、卵でかすぎてとってもいい。うん、そう、それでこの人ね、うん、部屋寝れないから行っていいって私の部屋に来て、うんうん、ほら、スタッフはみんな一人一部屋ずつ取ってくれる、うんうんうん、なのに私の部屋に来て、うん、隣に布団を引いて寝て、うん、それで朝起きるじゃん、メイクさんの部屋行くのに、うんうん、私起きて行くのにこの人寝てんの部屋で、行くよりかこうっつってんのに、ああ、もうちょっとしたら起きまーす。それをね、昨日一緒に寝ながら、うん、喋ったの思い出したの、うん、そういえばみゆきさんの隣で寝てたなーと思って寝心地がいかったなと思って、昨日は久しぶりだね、で理事はね、自分のでっかい、うん、でっかい部屋でね私たち超狭いね、6畳一間に詰められてね、そんなことないです、そんなことないですよ、ね、なんか楽しかったよね、合宿みたいなね、合宿みたいなね、合宿生活、うん、楽しかった、ね、今日もまたそれで寝るから ね、楽しい、あら
またほら、この子ね、いいのよ。だから褒めてんのよ。褒め、いつも、ちょっと待って、褒めるしかないじゃん。ちょっとそれで、どうなってるか。適当にやったんで知りませんけど。はい。なんかでも、ちょっとしたランチになったり。うん、これも美味しい。あ、でもちょっと。どう？普通にシンプルでいいよね。めちゃくちゃ美味しい。うん、このさ、この水気拭いてない。ケチャップついてる。だよね。うん。はい。はい。美味しい。できます。かわいいね。もうちょっとした挟んだだけだけど、卵の、うん、サンドとハムのサンド、豆乳マヨネーズを。うん、あとはちょっと私がパパッとすごい簡単にトマトの、ね、この作ってくれて、はい、美味しそうということでいただきたいと思います。りっちゃんちょっとパパッと仕事しに行った仕事、うん、サップのね、うん、あの生徒さんに出して、はい、はい、ということでお昼はこんな感じでございます。さあ私たちはすごいところにやってきました。見てください。こんな素敵な洞窟があります。はい、どうぞ。ほら、ちょっと、あの、りっちゃんとおみきちゃん先にどんどん歩いていっちゃってますけど、どうですか、ここ。りっちゃんが、いいとこあるよって連れてきてくれたところなんですけど、こんなに綺麗なところがね、この奥の奥から私たち歩いてきてここにたどり着きました。とても綺麗です。お昼を食べてちょっと海を見に来ました。ということでこんな感じになっちゃった。すごいねりっちゃん。ナイスなスポットです。やばいです。やばいです。秘密らしいです。スポットです。ということでここちょっと何ですかこの、見える？見える？青いの。と思うけど、私の素人のためのちょっとね、うん、風なんかで、睡眠がパシャパシャしちゃう。ということで、私たちはなんか、りっちゃんのすごいおすすめのシークレットの場所に来ましたけど、シークレットスポットでーす。りっちゃん、ここはさ、どんなシークレットスポット？ここは、沖の方でダイビングをしたりとか、あの、シュノーケリングしたりとかする、すごく素敵なところで、やっぱりメインがこの洞窟ですね。ここすごくない？この中歩いて行って、うんうん、ちょっと浸かることもできるから。じゃあ歩いていこうか。行きましょう。さあ、隊長先頭にね、もうワイルドな3人組ですから。わー、ちょっと、みゆきさん、私たち初めて浸かりましたね、沖縄来て。わー、気持ちいい。多分ね、わー、人手の一種だと思います。気持ちいい。わー、すごい。ね、すごいこれ、この洞窟。やばい。大好きなの、本当に。いやー。で、そこで使ったりとかもできる。何これ、温泉？そう。温泉？そう、温泉。やばくない？ここ。滑らないように気をつけてくださいね。すごーい。おー。おー。そして海が見えるという、ここが。どこだ、どこだ、海。そこ。ここか？うん。ここが見えてるかな、みんな。これ見えた！あらー！渋苦めでもいいね。ね、ちょっとね。ね、うん。